どうもお疲れ様です。まあラファエルさんね、私よく知ら,ん、ね、知らないんですよ。ただまあ存在だけは知ってるかなと。で、一つだけラファエルさんについてちょっと覚えてることがあるとしたら、なんか水耕栽培の投資を推進するような動画を撮っていて、いわゆる案件動画でですね、やっていたんですけども、結局それが、あの、まあ根も葉もないことで、それにまあ加担しちゃったってことで大きなダメージを受けたっていうことはね、なんとなく、 伝え聞いたところなんですけどもねその水耕栽培ってあのまあ100分の11000分の1の可能性で当たってるところあるんですよでその当たってるモデルを何ですかコンテンツ販売っていうかねフランチャイズ販売した会社があって真似したところは当たらないみたいなね <laughs> そんなことがあったわけですけどもね、はい、まあ何にしてもねか能力のある人ってその能力を男んとこう使い切って生涯を全うするのかなっていうところはありますね で、どちらかというと残念ながらね生涯かけても何の能力も発揮できなくって運も来なくって短い人生を終えるっていう方もいらっしゃってねだからなんかこう思うんですよ人間の人生があの1万年ぐらいやったらどっかで一山当てる瞬間は誰にでもあるんだろうなと思いますけども残念ながら人間の寿命ってのは100年もないんで内在したその、大気晩成っていうじゃないですか。あの,晩成の晩がね、千年後くらい なななんんじゃないかなと思うんですよほとんどの人はでたまたま最初の数十年に大気晩成じゃなくて能力が花開いた人とか時代にマッチした人は花開くのかなっていうね、まあ、運の要素かなと、うん、実力も運のちっていうね運も実力のちの逆説的なそんな本もありましたけどもどういうことかっていうと、まあ、例えばね私たちは YouTube の力を使ってインターネットでこう生活を成り立たせてると思うんですよ でも私たちが江戸時代に生まれたら多分ねあのこういう暮らしはなかったと思いますねあと F1 レーサーって言うでしょ F1 レーサーが縄文時代に生まれたら多分無名のまま終わってたと思うんですよ <laughs> まあそういうふうな巡りやすせもあるのかなってとことですよねってい